どうも、ゾウです。今回はですね、僕が動画を撮るために使っている撮影機材を全部紹介します。それではスタート。はい、前回ですね、おすすめのレンズ3本っていうのを紹介したので、ぜひね、そちらも見ていただければなと思うんですけど、今回は僕がね、 YouTube を始めて3年、今までね、いろんな機材を使ってきて、いろいろ試行錯誤した結果、今のね、映像を撮るために使っている機材を全部ね、紹介したいと思います。まずはカメラから紹介します。まず一番使っているのがこちら、ソニーの α7C っていうミラーレス一眼です。今撮影してるのもそうなんですけど、かなりコンパクトなカメラなんですけど、これでフルサイズかつバリアングル、液晶がね、こう自分の方に向くタイプをバリアングルって言うんだけど、それをね、搭載しているカメラなので、もう YouTube ってね、こう自分撮影、今もそうなんだけど、自分のね、姿が見えないとちょっと撮影もね、なかなか難しかったりするので、この自分の方を液晶が向くっていうのはとても大事、かつフルサイズなので、めちゃめちゃ、はい、こんな感じでほらボケるでしょ。このボケ感がね、すごく綺麗なカメラになっております。でなんて言っても、僕はね、こういう家での撮影だけじゃなくて、ディズニー行った時も撮影とかするので、なるべくコンパクトな方がいいんですよ。大きいカメラはもう持っていきたくないので、フルサイズでこれだけコンパクトっていうカメラは α7C が一番いいかなと思って、こちらを使っております。そしてこのカメラもあるんだけど、サブ機としてこちら、はい、こちらもミラーレスカメラなんですけど、ZV-E10 っていう小型のミラーレスカメラになります。でこちらはですね、フルサイズではなくて APS-C っていうセンサーサイズのカメラなので、こっちのフルサイズよりはセンサーサイズが小さいので、ボケ量が少なかったりとか、フルサイズに比べると少し明るいところが苦手なカメラにはなります。ただめちゃめちゃコンパクトなんですよ。レンズ外すともうすごいちっちゃいでしょ。すごいコンパクトでめちゃめちゃ軽いので、これをね、サブ機としてたまに使ったりしています。どっちかっていうと、ディズニーで映像を撮ったりとか、自宅でこういう風に撮るってよりは、サブチャンネルの Vlog 撮ったりとか、そういう時によく使うかなっていうカメラですね。でこのカメラに関してはもう動画専用に作られたようなカメラなので、動画を撮るために必要な機能っていうのがふんだんに盛り込まれたカメラになっていますので、結構ね、使いやすいかなと思います。で今度はカメラについてるレンズですね。僕が動画で使ってるレンズはこちら、前にレンズだけの動画も出してるので、そちら見てもらえればいいんですけど、ソニーの 20mmF1.8 の単焦点レンズですね。こちらを使っております。 20mm って動画を撮るときに僕はものすごく好きな画角で、やっぱり 20mm ってすごく画角が広いので、こう動画を撮った時の絵の感じとか僕はすごく好きで、 20mm をよく使っております。かつ F1.8 なので、夜のパークとかを撮るときにはものすごく重宝しております。はい、明るいレンズですね。でもう一つ、こっちのサブ機に使っている方が、こちらはタムロンの 11mm20mmF2.8 というレンズです。これは前回紹介してなかったんですけど、これもすごくいいレンズですね。で 11mm から 20mm ってかなり広角レンズなんですけど、こいつ APS-C サイズって言って、フルサイズよりもだいたい 1.5 倍拡大されてしまうので、だいたい 16mm から 30mm ぐらいの焦点距離になります。自分を撮るときにあんまり標準に近いと、後ろ映んないで僕の顔だけドアップで映るみたいなことが起こるので、広角のレンズを使うようにしています。なのでこっちで使うときはだいたいもう 20mm で、こっちで使うときは 11mm20mm の広角レンズを使うようにしております。そして SD カードはですね、はい、こちらの SD カードを使っております。で4枚持ってるんですけど、4枚全部これです。 128GB が3枚と 64GB だったかなが1枚の計4枚を使うようにしています。これはですね、かなり書き出し速度が速くて、ここにね、端子が2列になってるんですけど、普通のやつって1列なんですよ。でも書き出し速度速いやつって2列になってて、 4K で動画を撮っても書き出し読み込みが速いので、すごく重宝しております。以上がカメラ関係の紹介だったんですけど、今度はそれに付属するもの、まずはマイクの紹介をしていきたいと思います。マイクはこちら、オーディオテクニカだったかな、こんなやつね、 AT9947CM っていう型番なんですけど、ローカットもできるので、まあノイズだったりとかね、そういう変な音をカットしてくれるっていうものなんですが、あの細くてすごい使いやすいんですよ。でこれは単一の指向性なので、向いてる方の音を大きくね、取ってくれるものになります。でまあバスパワー式なので、別途充電だったりとか電池が必要ってこともないので、気に入って使ってます。これ YouTube 始めたばかりの頃に買ったのかな、確かね、動画で一回紹介したことあるんですけど、あの今でも現役で使ってますね。そしてもう一つがこちら、オルフォトっていうところのマイクですね。
これはサブチャンネルで一度紹介しているんですけど、結構ねコンパクトで見た目はこんな感じですね。でこれの特徴的なのが、まず一つはこんな感じでくるくる回ります。そしてもう一つが、はい、こちらで指向性の切り替えができます。120度がマイクの向いてる方の音をしっかりとる。そして360度っていうのはマイクが向いてない方向360度全部に対して音を拾ってくれる。そしてもう一つの ASMR って書いてあると思うんですけど、 ASMR モードっていうのは小さい音をね敏感に拾ってくれるっていう3つのモードが搭載されているので、これもすごく使いやすいです。ただ音質としては僕はこっちの方が好きです。ちなみにオーディオテクニカの方はつけるとこんな感じで、ちょっとなんかいかにも YouTube 撮影してますよみたいな感じなので、これは外では使わないですね。外にこういうマイクを持っていくときはだいたいこっちのマイクを持っていきます。そしてもう一個使っているものが、今使っているピンマイクなんですけど、はい、こちらのピンマイクになります。これはねブログで紹介してるんですけど、このピンマイクは今ねカメラに受信機がついてて、送信機が1個そして2個ついてます。ヒーさんと一緒に撮影するときはもう必ずこれを使っています。こういう指向性のあるマイク、要はマイクが向いてる方しか音を拾わないマイクで、2人の声を拾うっていうのはなかなか難しいんですよ。なので2人の声が拾えるピンマイクを使ってひーさんとはいつも撮影をしているので、ディズニーに行く時もね大体これだね。持っていく時はこれも持っていくんだけど、こっちはもう予備って感じで、これのバッテリーが切れた時にこれを使うみたいな感じでやっているので、メインはもう今こっちですね。ほとんど2人での撮影は、1人で撮影する時のメインのマイクはこれ。はい、で今ですね、カメラ、レンズ、マイク、そして SD カードの説明をしたんですけど、最後ね動画を撮る上で一番大事なものを紹介します。でこれは基本ディズニーに行く時に使ってるものなんですけど、まずこちらですね。はい、ソニーのシューティンググリップだったかなっていう、自撮り棒じゃないけどグリップ、カメラグリップですね。 Bluetooth 接続で録画とか写真のシャッターとか、あとはカスタムボタンとかズームとか、そういうのができます。そしてですね、じゃじゃん、三脚になります。はい、こんな感じで三脚として使うこともできます。もちろんディズニーでは絶対使えません。これもディズニーに持っていくことはねほとんどなくて、サブチャンネルの Vlog を撮ったりとか、そういう街に出るとか家の中で撮影するみたいな時にこれを使っています。自撮り棒にもなるし三脚にもなるし、とても便利なものです。そしてディズニーに行く時にはこちら、じゃじゃん、はい、でかいの出てきましたね。これはねジンバルと呼ばれるものです。そして僕が使ってるのは DJI の SC2 っていうタイプを使っています。割と重いんだけど、こうやってねちょっとコンパクトにできたりもします。でジンバルって何に使うかっていうと、手ブレを防ぐためですね。僕の Vlog 動画を見ていただくと、割と画面の揺れっていうのかな、そういうのが少なく映像が撮れてるかなと思うんですけど、それはねこれを使ってます。でジンバルっていうのはこういう三脚がついてくるんですけど、ディズニーってこの三脚を外せばジンバルの持ち込みは可能なので、これでね撮影をすることが多いです。でも最近はですね、こちらじゃん、小さいでしょ、ジウンっていうところのジンバルが新しく出てですね、すごいねコンパクトなんですよ。これディズニーには持ってこいですよね。結構小型なんだけど大きめのカメラが乗ります。乗っけてみました。α7C と 20mmF1.8 のレンズですね。でこんな感じです。こうやって傾けてもねじっても前後にしてもレンズがねほとんど動いていないので、歩きながらこう撮影しても手ぶれなく撮影してくれるっていうので、これをね持ちながら撮影するよりはまだこっちの方がちょっと目立たないかなと思って、こちらをね使っております。こちら結構ね新しい商品なので、ぜひねチェックしてみてください。はい、ということで今回ですね、僕が YouTube 撮影で使っている撮影機材を全部紹介してみました。もうほぼねこれ以外は使ってないかなっていう感じですね。まあ今までにもたくさん使ってきたり、まあたまにねレンズ交換して使ったりはしますけど、ベースはこんな感じです。なのでぜひね、僕の撮影機材気になっている方は動画の説明欄にリンク載せておきますので、そちらからね、まあ、値段なども込みで、確認してみてください。この動画を撮影しようと思った経緯として、動画を綺麗に撮るにはどういう機材がいいですかっていう質問が結構 SNS でそういう質問を多くいただいてたので、登録者数もね1万人を超えたので、これを機に少し僕が動画で使っている撮影機材を紹介してみようかなと思いました。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。この動画いいと思ったら評価チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。今後もカメラ関係の動画は更新していこうと思いますので、どんな動画が見たいかぜひねコメントで教えていただけると、そちらを参考にさせていただいて動画を作っていきたいと思います。 YouTube の他にも Twitter、Instagram、 そしてスタンド FM というラジオアプリで毎日トークを公開しておりますので、そちらもぜひねアプリダウンロードしてフォローしてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。あ、いいよ。いいよ。